2011年ポーランド議会選挙は中央地域に位置するポーランド共和国の立法府である国会を構成する議員を選出するために行われる総選挙で2011年10月9日に投票が行われたポーランド国会の議員任期4年が満了したことによる選挙である8月4日ブロニスワフ・コモロフスキ大統領は 議会選挙投票日を事前予告の通り、10月9日に実施することを公表した。ポーランドの議会選挙は上下両院の全員議員を一斉に改選する。今回の選挙から上院では、小選挙区制が導入されるとともに、クォーター制も導入され、各政党の候補者名簿は、男女比35%以上とすることが求められた。投票日。 2011年10月9日8月22日国家選挙管理委員会は政党の選挙委員会からの議会選挙への登録を締め切った。選挙管理委員会が受理した政党数は106政党でこのうち80以上の選挙委員会は上院選挙にのみ出馬を予定している。以下に主要政党を取り上げる。下院選挙における政党支持 分布上院選挙党派別議席分布地図選挙の結果、トゥスク首相与党である市民プラットフォームが会員において4割近い得票率を獲得して第一党を維持した。与党の一角を占めるポーランド農民党は得票率はほぼ全開並み、議席数は3議席減となった。この結果、PO と PSL の両党で会員の過半数を上回り、 89年の民主化以降では初めて政権与党の続投が事実上決定した。トゥスク首相は PSL との連立政権維持に乗り出した。最大野党の法と正義は第2党に止まり政権奪回はならなかった。党結成後の初めての選挙となったカトリック教会を批判するリベラル系の新党、パリコット支持運動は第3党に躍進した。 一方、選挙前、第3党であった、中道左派政党、民主左翼連合は、得票を5%近く減らした上、議席を半分近く減らして、第5党に転落、惨敗した。地域別に選挙結果を比較した場合、第1党の PO は、北部と西部を呼び、ワルシャワなどを都市部で支持を多く集めたのに対し、第2党のピースは、 東部の農村地域を中心に支持を多く集め、地域によって両党の支持が2分される結果となった。ありがとうございます。